阪急500系電車は1924年に阪神急行電鉄が導入し、京阪神急行電鉄に在籍した小型の通勤型電車である。当初の形式名は500系及び700系であったが、1930年に300系、310型へ改版された。阪急で初めて半光性車体を採用した形式である。なお、本港では日本初の 全構成車体を採用した510号についても紹介する。鉄道車両の構えからだは、1920年代に入るまで構成の大枠に木製の車体を乗せた木造車が主であった。しかし、木製車体は事故の際の破損に弱く安全性の低さが課題であった。アメリカでは構成車が製造の主体となり、日本においても百二十三年五月に、 川崎造船所が神戸市電の G 車を製造、市中と外反を構成とした日本初の半構性電車となった。引き続き神戸市電に H 社が投入され、安全性と経済性の両面から日本全国の鉄道事業者が構成車両を導入するきっかけとなった。阪急でも神戸専用として初の反抗性車体を新造することとなり500型が登場した。 1924年8月に制御電動車である5 0 0系5 0 0から509が汽車製造東京支店で製造され、翌1925年4月には連結運転を目的に制御車である7 0 0系7 0 0から709が川崎造船所で製造された。また、本形式ではそれまで1で始まっていた車両番号が本形式から0で始まることとされ、 現在まで連綿と続く半球の車両不満ルールの一つが確立された。この時形式が500系及び700型と大きい数字が不満されたのは1から90台まで既存の旅客車各形式100台及び200台が電動化車300台が51系の制御車にそれぞれ割り当てられ400台を意味番として飛ばしたことと新規軸の半構成車であったことが 大きな理由である。車体は51系の最終造備車81型に類似する。後半の強度と加工技術の関係で、リベットの多い、角張ったスタイルに仕上がった。車体幅は約2.4メートルで500.700の両形式とも同一であるが、車体長については500型が約14.5メートルなのに対して700型では、 運転台に当たる部分が拡張されたことから約15メートルと700系の方がやや大きくなっている。つまめんは非貫通だった51型とは異なり貫通扉が設けられており、運転台窓上には行き先方向膜が装備されたほか、1.51系、同様当時大阪市内に存在した平洋機動区間の走行に備えてフェンダーが取り付けられている。 屋根上にはお椀系ベンチレーターを設けた。大枠には木造車の名残であるトラス棒を備えていたが、車体重量は500型で23.1トンと51系の21.77トンに比べて約1.3トンの重量増にとどまった。室内の見つけであるが、座席はロングシートで化粧板は木製でキメをニス色で仕上げられ、室内灯はシャンデリア風である。 主電動機は、ゼネラルエレクトリック車製 g e 2 4十4で、制御機は GE 車製 PC-12、ブレーキも GE 車製、J3 導弁を使用する、AVR 自動空気ブレーキ、そして台車は、単造台車枠を備えるブリル27、MCB-2 を主体として、700系のうち704から709には、鋼材組み立て式のイコライザー式台車である、 川崎型ボールドウィンダー車を採用していた。終電装置は500系グ数車の大阪側と奇数車の神戸側にパンタグラフを設置した。当初はパンタグラフの反対側にトロリーボールを併設していた。700型には終電装置取り付けの準備工事を施していた。700系製造から約半年後の1925年11月、川崎造船所で日本初の 全構成車両である510が製造された。川崎造船所における全構成車体の試作車としての要素が強く、阪急部内では見本全校車と呼ばれていた。車体寸法は700型に順次、窓は阪急発の二段上昇窓を採用、全構成車体ながらトラス棒が設けられた。制御車として竣工したが、電動車の509の追番であり、 将来の電動車化を考慮したものと推測されている。申請後は、神戸線に配属されたが、登場から1年に満たない1926年10月14日、13駅で発生した重衝突事故で被災した。事故で破損した510号の車体は修理されず、解体され、幻の全校車となった。1926年10月14日の夕方、 神戸発大阪駅508509510の3両編成が13駅を発車後、最後部の510号の後部台車がポイントの途中転換から宝塚線天専用の引上げ線に移線侵入した。引上げ線には電動貨車の1208号が停車しており、2本の線路を斜めにまたぐ形で引きずられた510号の後部側面が1208号の全部と衝突し、 510号の全部が下り線を支障した状態で停車した。対向の下り神戸駅606602604が非常ブレーキをかけるも間に合わず510号と接触606.602の前面と側面、屋根を昇波604の運転台付近で停車した。神戸駅の600系は半球発の量産全構成車であり、事故は結果的に 史上初の全構成者同士の衝突事故となった。事故の規模に対して人的被害は重軽傷者3名と少なく全構成者の安全性が評価される形となった。半球の加工窓を採用した理由として510の事故で2段上昇窓に女性の長い髪が挟まれて脱出の支障になったためとする説が伝わっているが、 600系はこの事故よりも先に一段加工窓を採用している。事故後、510号は川崎造船所へ輸送されたが、修復されることなく解体され、車席は代替申請された600系の制御車で、ある800系のラストナンバーの807に継承された。このため、写真、図面ともほとんど残っておらず、台車等の装備品の詳細については不明である。 製造当初は全社神戸線で使用されていたが、700型は宝塚線で3両連結運転が開始されるのに、伴い、早くも1926年に700から705の6両が宝塚線に転属して51系の中間車として使用され、残る4両も1932年までに宝塚線に転属した。また、同年には、 大阪市内の高架副伏線工事が完成して、平用軌道区間が消滅したことから、フェンダーやトロリーポールといった装備が撤去され、同時に収益した600型が大型車体であったことから、神戸線に所属していた車両については、ステップの取り付けが行われている。500型は引き続き神戸線で使用されていたが、 900型や920系の増備に伴って1934年6月に500から503の4両が搭載手電動機数の半減、ステップの撤去といった宝塚線向けの改造を施されてドアエンジンを取り付けて宝塚線に転出した。1935年4月には同年3月に登場した320型に揃える。 形で3 0 0系3 0 0から309に改版され、同年5月までには、全車ドアエンジンが取り付けられた。残る6両のうち30、304.305の2両が1939年に、306から309の4両が1940年に、宝塚線に転属したことで、神戸線の車両大型化が達成された。306から309の宝塚線転入に、 最しては、伝送品が5 1七7 9から86の伝送解除時の発生品に換装され、主電動機は、ゼネラルエレクトリック GE-263 を4機搭載、制御機は PC-12 となり、元の伝送品は当時製造中であった5 0 0二次車512から521に供出された。一方700型は、 宝塚側に運転台を設置した制御車として、三両編成運航開始時には、宝塚側に連結されて運用されたが、1933年に、川崎製、ボールドウィン台車を履いていた704から709が、両運転台化の上電装改造を実施され、主電動機は、芝浦製作所 SE-107E を、申請の上で4機搭載し、 制御機も芝浦製 RPC-50 を搭載した。1935年には704から709が300から309の続版となる310から315へ改版された。残った700から703については1940年に306から309と同様79から86の伝送品を活用して 電装改造されると同時に316から319に改版され、全車制御電動車化された。また、時期は不明であるが、ドアエンジンの取り付けも実施されている。このほか、両形式共通の工事として1939年に、当時在籍の多形式同様等価完成工事が実施されたほか、304の台車が事故で破損したため、 600系の K1 も大車に換装された。終戦直後の1946年には314が神戸線所属の連合軍専用車に指定された。314は翌1947年に宝塚線へと転じたが、311も連合軍専用車の追加指定を受け、2両とも1948年まで宝塚線で連合軍専用車の運用についた。 また、終戦によって不要となった10日完成機器が撤去されたほか、戦時中から戦後にかけて時期は不明であるが、306から309の伝送品の再交換を実施し、主電動機は 82kW 級2機、制御機は PC-12 あるいはその同等品と、300から305と同一の性能に統一された。こうした経緯から、 本形式は五百点七零零 k 時代の経歴や種電動機出力によって三百から三百九を三百0三百十から三百十九を三百十型と区分されることが多く、鉄道雑誌などでもそのように紹介される事例が多く見受けられる。本形式の運用もグループごとに異なったものとなり、三百から三百九のグループは同一性能の三百八十 k 500系、550型と310から319のグループは51.320の各形式とそれぞれ並結して運行されていた。また、同一グループ単独か中間車改造された1型を組み込んだ編成でも運用された。1950年からは長大編成化の進展に合わせて300から315の型運転代化改造が開始され、 空数番号車は、梅田向き、奇数番号車は、宝塚向きの型運転台車となって中間に完全、犯行生車可改造を行われた位置経営の付随者を、組み込んだ。1952年の宝塚線、企画工場工事完成に伴い、300から309は、再び 82kW 級電動機4機搭載に、 戻され、1系付随車を2両組み込んだ4両編成を5本、蘇生した。310から315は1系付随車を1両、組み込んで3両編成を3本蘇生。同じように5 1系付随車を組み込んだ320、計3両編成ともども、今津線に転出した。両運転台付きの電動車として残った316から319は、 宝塚線で51型や610系の製造に、伴い51系並みの性能となった500系の造結車として運用されたが、1955年6月に610系に更新改造された1系7.8の代替に316と317が、紅葉線に転出した。当時の紅葉線では単行で運行されたこともある。1954年2月2日、 宝塚線で運用されていた300から26から27から301の編成が、庄内駅近郊の島田踏切で無防横断を行ったトラックと衝突し、300が横転転覆して26も45度傾斜、死者1名を出す事故が発生。300、26ともども修復されて運用に復帰したが、阪急が関係する鉄道事故で車両転覆に至ったのは、 この一例だけである。1956年から1200系の製造に伴う旧型車各形式間の機器振り替えが行われた際には本形式は両運転台付きの電動車として残った316から319と型運転台の制御車として残された301を除き運転台を撤去して付随車化されからの伝送品は型に 310から315の伝送品は380系の再伝送用にそれぞれ供出された。台車も1系のブリル 27E-1 に交換された上で元のブリル 27MCB-2 は重量分が660型へ転用され、310から313の川崎製ボールドウィン台車を316の319の ブリル 27MCB-2 と振り返って314から319を川崎製、ボールドウィン台車で揃えた。この過程で制御車となった301は、500系のラストナンバーで1両余っていた530とコンビを組んで2両編成を蘇生し、両運転台の電動車として、宝塚線に残っていた318.319も1957年9月に、 紅葉線に転出して316から319の4両で紅葉線を中心に時折伊丹線でも運用された。伝送解除、中間車開剖の本形式は大半の車両が1型に変わる500系の中間車として宝塚線や今津線で運用され、電動車として残った316から319は 1960年代に入ると、痛み線の運用が消滅し、もっぱら紅葉線で運用された。これに対し、制御車として残った301は、1系のうち最後まで残った32とともに、本形式中最も早く1962年1月に廃車された。なお、この301と2両編成を組んでいた530は、この後300とコンビを組んで、 530300528529の4両編成で引き続き使用された。ついで電動車として残った316から319のうち317が、紅葉船内の事故で車体を破損したため1963年6月に、廃車、残る3両も、同年12月に廃車されて、本形式は、中間車だけが残存することとなった。 宝塚ファミリーランド保存時の301号カットボディ、新方線化線電圧の直流線5 0 0ボルトへの昇圧は、神戸線が1967年10月8日、宝塚線が1969年8月24日に実施されたが、300型は他の小型車同様昇圧対象外となり、1965年以降、編成を外れた車両から廃車が開始され、 神戸戦勝圧直後の1967年10月までに全車廃車された。廃車後はだるまになり、西宮車庫で数量が物置として使用されたが1970年前後の車庫整備の過程で順次処分された。301の車体の一部は宝塚ファミリーランドの乗り物館に保存されていたが、現在では小弱工場に保管されている。ありがとうございます。